米海兵隊小規模で即応力のある海兵沿岸連隊 MLR の創設を計画。日本にも配備か。アメリカの真の目的は中国の太平洋への進出を阻止すること。日本防衛はその範疇にあるに過ぎないということを日本は理解しなければならないだろう。共同通信の記事から、米海兵隊が海洋進出を活発化させる中国を睨み、組織再編の一環として小規模で即応力のある海兵沿岸連隊 MLR の創設を計画している。海兵隊当局者によると、最初は米ハワイに設置し、グアムと日本にも順次配備を検討するという。沖縄に司令部がある第3海兵編成軍の傘下に置かれる見通しで、沖縄の基地負担への影響が注目される。海兵隊が3月に公表した戦力デザイン2030によると、インド太平洋地域に任務の重点を置き、 MLR を創設して海上や離島での戦闘に備える体制を整える。2030年までに隊員数を約1万2000人削減するのに伴い、輸送機等の部隊も減らす。以上が記事の内容。ここからは試験になる。善悪は置いといて、さすがに米国は豊富な戦争経験を持っており、その時々の世界情勢によって柔軟に戦略を変更していく。戦車大隊を廃止したり、上陸戦向きの部隊編成から沿岸防衛の地対艦ミサイル装備の編成に変えて、海兵隊の任務を大きく変えていくようだ。これは日本の防衛もあるだろうが、南シナ海や台湾情勢を踏まえてのことだろう。要は中国が太平洋進出を狙っているうちは、在日米軍の撤退はありえないということだ。中国の太平洋への進出を阻止することこそが米国の利するところであって、日米安保はその範疇にあるということに過ぎない。それでは日本政府は何か対策を立てているのだろうか。悪意のある力に遺憾の意は何の役にも立たない。米国がこれだけ準備しているのに、尖閣は自国の力で守るという意思表示がなければ、いざという時に米国は力を貸してくれないかもしれない。現在の日本は終戦直後と全く違い、戦後 ODA 等で援助した中国に抜かれはしたが、世界第3位の経済大国となっている。それは高度成長期に日米安保条約があったおかげで経済活動に専念できたからである。その間に周辺諸国、特に中国の軍備拡大と挑発により、米国だけでは日本の防衛は怪しくなりつつある。もはや他国軍に防衛を一任する憲法と時代にそぐわない平和思想を拭い去るべき時が来ている。憲法改正と同時に現自衛隊をネガティブリストを付与した日本国軍に昇格させるべきだろう。最近の周辺情勢を考えると、もはや待ったなしと言えるだろう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。